と素敵にマイライフ。今日は心豊かに生きるヒント満載のあの PHP 最新号の読みどころを PHP 編集長の大谷康さんからご紹介いただきます。大谷さん、今年もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。早速ですが PHP 最新号の読みどころ教えてください。はい、2月新春号になります。はい、特集がですね、大丈夫なんとかなる、くじけても強い人というものなんですね。いいですね。小木直樹さん、教育評論家から、モデルの千葉なくららさん、漫談家の浜田雄太郎さん、元バレーボール選手の大山香菜さん、エッセイストの松原純子さん、そして精神科医の野村総一郎さんなどにご登場いただいております。はい、まずね、小木直樹さん、あの小木ママの愛称で知られてると思うんですけども、実はね、大きな挫折は18回あったと人生の中で。で、まずあの高校1年の時にですね、友達が体育の授業で先生にこう叱られる時にもう暴力を振るわれてたんですね。で、正義感が強かったもんですからやめてくださいと抗議したら、先生とこう喧嘩になってですね、言い合いの末、もう授業には出ないとボイコットしちゃうんですね。そのために後に転校してですね、2年生に進級しようと思ったら体育の授業が落ちてるので2年に上がれなかったんです。それで、まあ教師が大嫌いだということもあって、いつも図書館にいるような生徒だったそうなんですね。ところが大学は教育学部に入るんですね。教師もいいんじゃないかというふうに思い始めるんですね。あれだけ嫌いだったんですけども、で、母親がですね、直樹は大器晩成だから大丈夫だということをいつも言われてですね、あの教師になると辛い経験をあなたはしてるから、同じ立場にいる子どもの気持ちが分かるんじゃないかっていうふうに言われるんですね。あ、そうですね。それで負けて勝ち取れという言葉があって、これを常に母親から言われてですね、で教師になっていくというお話なんですけども、とにかくどんな辛いことがあっても全て後に生きるんだということをですね、メッセージとして伝えてくれてるんです。あ、すごいポジティブですね。はい、ねえ、だからもう一方、ね、企画が違うんですけども、いい言葉いい人生というページにですね、女優の高橋恵子さんにご登場いただいてるんですね。はい、高橋恵子さんは北海道のお生まれで、あの15歳の時に女優になるんですね。15歳にして、まあ、ヌードになってっていうですね、結構センセーショナルなですねデビューをしてですね、でそれが受けたもんですから、後々、映画続くんですが、全部ヌードシーンがあるという奔放な女優というようなイメージで見られることが多くてですね、まあ、それが結構耐えられない部分もあったんですね。あ、そうですか。で、まあ、いろんなことがあって、ね、まあ、無期限の休養に入るんです。でもどうしてもまた女優がやりたくなって、まあ、舞台に戻るんですが、結構プレッシャーがあって一回逃げてしまうんですね、その舞台から。はい、でもうこれで四面楚歌のような状況になるんですけども、声をかけてくれたのが、あの現在の夫である高橋晩明さんという映画監督なんですね。その映画に出演してですね、なんと6ヶ月後に結婚するんです。周りはね、絶対離婚するっていうふうに言うんですけども、36年も続いて今も夫婦でいらっしゃって、お孫さんも4人いるというですね、そういうご人生を歩んでこられてるんですけど、はい、10代20代の経験はですね、全部人生の糧になったと。で、本当の絶望なんてないっていうことをね、みんなに伝えたいっていうふうにおっしゃってましてね、挫折をしてもですね、それを乗り越えていけるというお話がいっぱい載ってますので、ですね、この PHP はぜひ読んでいただきたいと思ってます。いいですね。心に響くような言葉にたくさん出会いそうですもんね。はい、そして私個人的には幸福のあんこ楽しみにしています。はい、今回はたい焼き、本当美味しそう。はい、あの大谷編集長は甘いものは、いや、もう私実はあんこ読音という本を作ったこともございまして。そうなんですか。はい、あんこ部の首相というふうに言われております。それはとっても嬉しい情報をいただきました。はい、これも毎回楽しみにしていただけると思います。じゃあ今年もよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございます。 PHP 研究所 PHP 編集長の大谷康さんにご紹介いただきました。 PHP 2月号好評発売中です。お近くの軽文社でお買い求めください。もっと素敵にマイライフでした。